埼玉自動車大学をプレゼンツ車を知ろうだったかなのコーナーです。今回もですね、埼玉自動車大学校で、車を知ろうということで、車を全然よく分かってないあなたに向けて、今回はブレーキについてちょっと、お伝えしようと思います。どういう仕組みでブレーキってものがかかって車速が落ちて止まれるのかということをね、知らない人が多いんじゃないかと思いますので、ぜひ知っててほしい。どういう仕組みでブレーキがかかっているのかというところなんですが、まずは先生、はい、先生、今回も先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ペダルを踏むと、あ、そうか、ペダルが上からぶら下がってるよね。はい、でこう踏む、はい、踏んだらプッシュロッドが、そうですね、付け根のところに一本棒がついているので、上からぶら下がっているところ、上の方にね。そうですね。で、そしてここのこいつにつながってるんだよね。はい、そうです。これ何？これなんだっけ？ブレーキブースターと呼ばれる馬力装置。馬力装置。それは何ですか？はい、ブレーキを踏む力を補助してくれる装置ですね。うんうん、本来ブレーキを踏もうとすると、うん、ものすごく硬くなってしまうんですね。はい、動力、踏む力がすごくいると。そうですね。はい。はい、普通の一般の方の踏む力ですと、うん、十分に踏み切れないぐらい硬くなってしまうので、うん、それを補うために、サポートする力をここで作り出しているところです。うん、エンジンかけてないのに下り坂でブレーキ踏んだりとかすると、それがブースターの効いてない状態っていうことなので、それを止めようと思うと相当踏まなきゃいけないもんね。はい、でこのマスターシリンダーも押される。そうですね、そこがいわゆる注射器みたいな役割をしているので、うん、そこの中にブレーキフルードと言われる、オイルが入っていて、そこから車の四輪に向かってブレーキに向かってブレーキホースというものがつながっていて、はい、マスターシリンダーの中をこう注射器みたいにこうプスッとこう押すことによってオイルが押されて、このキャリパー、これブレーキキャリパーと言いますけど、このピストンっていうのが、説明して説明して、はい、ブレーキフルードがですね、ブレーキペダルを踏むと、この通路を伝って流れてきて、うん、この後ろの部屋にたまるんですけれども、実際ちょっと開けて見てみますね。はい、こんな形ですね。はい、ここのスペースが中空洞になってまして、この中にブレーキフルードがここに溜まっていくような感じになります。で、ここに見えているこの銀色の、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、はい、ちょっと丸い形状のものが、これピストンと言いまして、ブレーキを踏むとこのピストンがぐーっとこっち側に押されるような状態になります。そうすると、ここに入っているブレーキパッドという部品がですね、このローターをギュッと挟み込むような動きになるので、回転しているローターっていうのを挟み込んで止めることができます。はい、このキャリパーもいろいろあって、これは今ピストンが1個だけじゃない？はい、で対向ピストンってのはこの両サイドからこうピストンが出るようになったり、はい、フォーポットっていったらここにこう2個、合計4個こうあったりとかっていうのがあるよね。そうですね。あとはローターも、もっと大きいローターがあったり、こうスリットが入ってたり、はい、穴が開いてたりっていうのがあるよね。はい、キャリパー、パッド、ローターってあるじゃない、はい、薄く隙間はあって、はい、このローターはパッドにこう擦れることなくスルスル回ってほしい、はい、けど隙間が空いてると次の踏んだ時にちょっとこの隙間ラグがあるというかさ、はい、が鬱陶ってほしいじゃん、はい、でもあれが触ってると絶対もう抵抗だもんね。そうですね。ただ微妙に触ってるぐらいであれば全然問題はないので、ピストンから圧力がパッドの後ろにかかっちゃってると、ブレーキがかかってる状態で触れてるっていうことになるので、そうすると良くないんですけど、圧力がかかってない状態でパッドだけが微妙に接触している状態であれば、そこまで影響はないですね。ブレーキっていうのは効く、パフォーマンス、効き具合、ブレーキ性能ってところも大事ですが、ブレーキフィーリング、そのブレーキのキャリパー、ローター、パッドの使ってるものに次第で、すごくちょっと踏んだらグッと効くパッドだったり、最初は優しいんだけど踏み込んでいったらグッと効くタイプだったり、あとは前後の効き方の差、車の性が前傾性になったり、そのままシュッと下がったり、
いろいろなことがね、ブレーキで車のセッティングツールとしても使えるので、とても奥深いんですよ。ブレーキをね、もうちょっと性能を上げたいっていう場合、いくつか手段はあります。まあ、まず一番はパッド、ブレーキパッドの材質を変える。このノーマルパッドよりももうちょっとこの摩擦係数が高めというか、ローターに対してこう噛み込んでいく魔材にブレーキパッドを変えるのが一番手っ取り早いというかポピュラーですね。で、もうちょっと予算がありますよっていう場合はですね、このキャリパー、ブレーキキャリパーとこのローターをいいやつに変える。例えばこれよりは対向両方からピストンが出るタイプにするとか、4ポットにする、6ポットにするとかね、このキャリパーが大きいのになっていきます。で、とかブレーキローターの径が大きいやつにする。まあ、大体そのキャリパーを変えたらローターも大きいのになりますが、このノーマルキャリパーのままローターを大きくして、ちょっと外側にキャリパーを持ってくるっていうのもありですね。ちっちゃい円の内側でつまむよりは大きいローターにして、この円の外側でつまんだ方がブレーキもよく効きますが、まあ、そんな感じで、まあ、最終的にはこれをね、カーボンケブラーのローターに変えるっていう手段もあります。カーボンにすると、まあ、熱に強かったり、やっぱ軽いんで、ローターが重たく回ってるものを止めるよりは軽いものを止めた方が止めやすかったりもしますので、カーボンのローターっていうのもね、いいですが、ほぼいらないですよ、皆さんには。そしてこのブレーキフルード、これもね、性能の差があるんですよ。ノーマルってドット4、3、ドット3が主流ですね。ドット3っていうのがノーマルで入ってて、ドット4、ドット5とかっていうのがあります。その説明は、先生お願いします。はい、今現在乗用車に使われている、まあ、ブレーキフルードの種類が、今谷口さんおっしゃったドット3っていうタイプが主流なんですけれども、何が違うかっていうと、ウェットフッテンって言って、要は沸点が変わってくるんですね。どれだけ熱に耐えられるかっていうのが大きく変わってきます。ただその代わり、使用できる期間が違ったりとかっていうところで、一番総合的に見て、長持ちするっていうのがドット3のタイプになります。一般の方々はそんな頻繁にブレーキフルードを交換するわけにいかないので、その長持ちするのをわざと選んでるっていうことですね。無頓着な人用のがドット3ってことですね。そういうことです ね、はい、あのレーシングカーみたいにメンテがよくされる車だと、やっぱりドット4、はい、ドット5の方が沸点が高いので、はい、ペーパーロックとかがね、が起こりにくい。そうですね、ドット4、ドット5、その代わり、はい、短いサイクルで交換した方がいいですよと、はい、ね。今回はですね、ブレーキについてお話ししましたが、ブレーキというのはものすごい大事なんです。その運動性能云々もそうですけれども、まずは基本的にブレーキがあって車が止まれるってことがもう大前提で、車って進んでいく許可が下りるので、止まれなかったらね、進んじゃダメなんですよ。なのでよくね、チューニングのアドバイスとかもしますが、まずはブレーキからやりなさいと。ブレーキに関してはしっかり、怠らずにですね、メンテも怠らず、そして知識もしっかりつけて、しっかり止まれるってことだけは必ず力を注いでください。というわけで、今回はブレーキ編でしたが、次回は、違う部分の、車の話、お楽しみに。